こんにちは、デザインペインターの大浦幸子です。今日も10月29日の秋のハロウィンセミナー&パーティーで発表してくださるお一人、私のコンサルさん仲間、高橋貴子先生のもとに一緒に学んできている仲間のお一人、岡山県で米粉シフォン専門教室をされている前川直子先生のご紹介です。前川先生もすごいです。話すと長くなるんで、ちょっとどう短く話そうか今思ってるんですけど、前川さんが発表してくれるのは、その日暮らしを続けてきた貧乏暇なしの私が遠回りをしない運営を学んだことです。その日暮らしっていう言葉のが私にも響きます。もう本当に毎日毎日ね、明日のこと来月のことでいっぱいですよね。そんな中でも前川さんはもう変わりたい、変わっていきたいって思って思って巡り会えたのが貴子先生だったそうです。でそこから本当に短期間で満席教室を出した先生なんです。もう本当に頑張り屋さんをそばで見てきました。あのシフォンケーキの募集ページを作るので、あの撮影も担当させていただいたので、もうそばで見てました。もう皆さんに本当に前川さんの話も聞いてもらいたいと思います。もう全然ダメだったのに、こんなにもちゃんと学んで、まあ、その先生にあった言葉をあの貴子先生が導いてくださってて、それを素直に前川さんは実行、積み重ね、苦手なね、ペライチとか作成も苦手だったんですけど、苦手なことでも食らいついても一生懸命頑張ってこられたんですね。だから結果が出たと思います。なのでセミナーではいろんな話が聞けますが、何でも素直に吸収するといいと思います。でそれを聞くだけじゃなくて、10いいこと聞いてもやらなかったら0、10いいこと聞いて2個でもやろうと思ったら2なんですよね。だから0と2の差はすごく多いです。その2を毎日毎日してたら1ヶ月で2、3が60、60歩も進むっていうことになりますからね。なので、シンデレラストーリーって言って、なんかわーっと言ってるように聞こえるかもしれないんですけど、本当に地道に地道に努力しているメンバーのお話が聞けるパーティーとなっております。あなたのご参加ぜひお待ちしております。